お祭りが終わって、こちらの方、鉄線をね、頂きに、直江の鉄線がですね、今日も本当にすがすがしくて、こう、ごしいお祭りでした。途中、すごく、ずいんっていうのかな、おめでたい雲が出ましたね。すごい、秋なんですけど、今、秋季例大祭の帰りで、宮司さんがおっしゃってた、秋なのに桜が、の花が咲いたっていうところに見に行きました。神秘的です。今この不思議な御神雲のところに沿ってトンビがねずっと飛び回ってるんですよね。こういう不思議な神秘的な現象が起こるっていう、この雲も不思議ですけど、はい、歓迎されてるような感じです。今日もご支援いただいて本当にありがたいと思います。